戦に準備ができました。まあ本当にすんなりいい形で使えるかと思います。ナイスパース。これでチームは2試合連続のホーム完封勝利。強力なセットプレーがある相手松本相手に守備でもいいプレーでしたね。そうですね、本当に今僕のゴールにしろ感謝します。そして普段からツイッターなどでもこの時期に雪が降るんだという驚きを出している徳川選手ですが、今日も雪、この時期の雪、いいイメージに変わったんじゃないですか。そうですね、まあ何が起こるんじゃないかって自分の中では期待してたので、まあ、本当に何が起こってよかったと思います。それでは最後に今日も札幌ドームで、そして全国で応援してくれたサポーターの皆さんに今後の抱負、メッセージをお願いします。シーズン序盤ですけど、目標は J1 昇格という一つだと思うので、まあ、今日は勝ちましたけど、どういう結果になるか毎回分からないので、まあ、最後までサポーターと選手と、まあ、札幌に関わる全ての皆さんが同じ目標を持って最後まで戦っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。